だろう。ちょっと待って。大変。ちょっとタイム。ちょっと待って、ちょっと待った。一回。これできるか。皆さんこんばんは。岸山食堂開店です。今日も夜ご飯を作っていこうと思います。今日は水曜日ですね。ゴールデンウィーク直前になってきました。よし、それでは今日も乾杯から。今日は今日はねノンアルで割ります。このセブンで私がお気に入りのゼロサイダートリプル乳酸菌ってやつ今日買って飲んでた途中なんで、これで割ってみようと思う。今日は珍しいストロングとサイダー。よし、さあ天使の握手を聞きまして、それでは水曜日夕方までお疲れ様です。またお仕事の方お疲れ様です。西山食堂開店です。乾杯。乾杯。思われるぞ。それではですね、今日はさっきぬか床からきゅうりを救出しました。一晩漬けたぬか漬けきゅうりが1本あります。でブロッコリーレンチンしたのがあって、でトマトがあるんでシャカサラダにして、でアサリでお味噌汁して、で、あ、そう、ね、マグロが海から届いたんですよ、ざっくり言うと。で、マグロのブロックが届いたんですけど、それを一応生じゃなくて加工して食べようと思って、届いた時にスライスしてステーキにして味付けしてストックして冷凍してあるのと、サイコロにして味付けしてストックしてあるのと、あとはそのステーキにしたやつを中にチーズをサンドして、で小麦粉、卵、パン粉やって、マグロのねチーズサンドカツフライみたいなのをやってみたら美味しいんじゃないかなと思って、結局ねマグロも火を通したら白身っぽい感じ、なんか火を通して白いものはさ赤いお魚って呼ばないって言って、ツナみたいなもんじゃないですか。まあツナじゃないですか。だから美味しいんじゃないかなと思って、パン粉までやったところで冷凍してあります。なんでそれを今日は揚げるだけで、私がね今日お昼にラーメンチャーハンセットを食べたんですけど、あのさラーメンもチャーハンも 1.5 人前とか2人前弱ぐらいの量があって、ラーメンは食べきれたんだけどチャーハンが食べきれなくて、もうねあんまりにもお腹いっぱいだと夕方お腹すくの、なんていうの、この時間にお腹すかないの私苦手なんですよ。ご飯作りたくなくなっちゃうから。で実際今まだ全然お腹空いてないんだけど、残ったチャーハンをねラップでおにぎりにして持って帰ってきたんです。で美味しいチャーハンだったから、ラーメン屋さんのさ町中華みたいなチャーハンで美味しかったから、このエビチャーハンがあるから、これは後で温めてちょっと盛り直してチビズと一緒に夜ご飯でまた食べます。そんな日です。なんであんまり見せれるものはないですけど、まあそんな感じの水曜日の週の中日の西山食堂ということで、ごく普通な夜ご飯、最後までお時間ある方は見ていただけたら嬉しいですし、何か参考になることがあったら幸いです。ちょっとさ眉毛抜きすぎたかもしれない。それではちょっと乾杯。乾杯。
それでは、レッツ、イエス、クッキング。よいしょ。本当にちょっとむくみ取り機やんないとやばい。このままゴールデンウィークに突入したら本当にやばい。ちょっとどうしよう。で、塩水の中にアサリ買ったやつつけておきました。なんでこれを使います。お水の中に入れる。本当の本気デトックスしよう。ちょっと近々とか言いながら飲んでるけど。で、着火する。で、ちょっとお酒がないんで、あの黒霧入れます。なんとなくアサリの時はお酒から。で、沸騰させる。もうちょっとお水入れた。で、旦那が帰ってきたので、チャオです、チャオです、ありがとうございます。覗いていただいて、またアーカイブ7倍速ぐらいで見てください。でさ、このぬかさ、ぬか漬けきゅうりさん、ぬか漬けにすると私の場合はもうこの先っぽまで食べちゃうんですよ。だからこれでも簡単にアレンジも効くようにスライスしてストックします。ああ、ちょっと待って、セーフ。こうやってさ、ザクザクって切っておきますね。で、こういうのをさ、サイコロみたいにしてチャーハンにしても美味しいし、混ぜご飯にしても美味しいし、私はぬかの風味がついたきゅうり好きです。で、これレンチンしてたブロッコリー、水を一回切って、レンチンブロッコリーをちょっと細かくします。あら、結構レンチンしてくれたのね。なんかブロッコリーってやつでやったんですけど、結構緩くなっちゃった。まあ、いっか、チビーズのサラダだし。で、ちょっと切って、これはしゃかるとほぐれるぞ。まあ、いっか。で、ミニトマト、洗ってあるミニトマトを蓋を取って、ヒロさんからの素敵な後のニベアですか。あのね、そっと使ってますよ。でもシャワーのね、あんまり上から浴びすぎないようには気をつけてるかも。で、ブロッコリーのところにトマト入れていきます。今日のチビーズサラダです。よいしょ。もう一個ぐらい入れようかな。ちょっと鉛筆削りのさ、ゴミ全然捨てれてないんだけど。何持ってるって、もちょっと今のうちに勘弁してよって。で、そしたらね、ここに今日は鶏ガラスープの素、簡単な味付けで鶏ガラの素パラリンチョして、で、お酢、簡単酢、しょしょくらい、ごま油、
鶏ガラの素とお酢とごま油で和風マリネ、和風マリネナムルで、そうだ、すりごま買ってきたんだった。もやしの釈迦レシピ、もやしは何でも、もやしはこの味付けでも美味しいでしょ。あれね、鶏ガラの素使っちゃうと本当に、鶏ガラの素とごま油で釈迦れば、もやしはナムルになるし、私の場合はこういうスーパーでこの梅子とか香りとか、ほら、あかりとかさ、90いくらで売ってるじゃないですか、たまに。だからその時にバーってまとめて買って、釈迦サラダにはこのシリーズよく使います。あとふりかけの素、あ、ふりかけとかお茶漬けの素もいいと思います。もやしはね、でツナ缶とか入れてあげたらタンパク質も入るし、でこれをシャカル、あの混ぜご飯の素とかもね結構使えますね。高菜の、高菜とか鮭とかで、これさ、ブロッコリーもトマトもちょっと優しく扱いたいからソフトシャカで、即席、うん、いい香り。和風さっぱりシャカナムル、シャカマリネ、完成です。これがチビーズのサラダでしょ。で、これをアサリからアクが出るので、これコチトラを取ります。火を弱めます。そしたらここに買ったまま冷凍ストックする刻みネギと、適当に入れます。こんばんは、しょい、こんばんは、しょい。あれ、これ開いてない。順番に味噌を使うから、今日はいちご味噌、ふるさとからの味噌でいきます。ワンスプーン、高橋さんがどっかが痛いって言ってましたね。出遅れてないですよ。今ね、お味噌汁とシャカったばっかり。あ、でも今日ちょっと早いかも。あ、早くはないかも。そう、今日使ったのはこのコシジ娘ですね。コシの典型。でもアサリのお味噌汁は我が家は殻とか取れちゃってても、どうせ後で私が全部取るんで、ガシャガシャやってあえてこのほぐれてもらう
作戦。本場のね、アサリ汁はすごい優しく作るみたいですね。これが取れちゃわないように。でも私粗く作る。で、お味噌汁完成。よいしょ。アサリとネギのシンプル汁です。で、火を消す。で、引っ越す。引っ越したらこっち持ってくる。で、揚げ油買ってくるの忘れたから、もうオリーブオイル追加し、つけ、なんか、ね、追加、これオリーブオイルでやるんですね。オリーブオイル追加、まあ体にいいとして許そう。あ、オリーブオイルもないじゃんね。まあいっか、おしまい。あ、オリーブオイルないじゃんね。よし。え？サラダを。ほら、もうブロッコリーが離乳食みたいになってる。洗ったタッパの中にこのぬかきゅうりはストックしておきます。こっちは今日使いません。チミーズサラダの完成です。きゅうりとトマトを何を入れてしゃかりましたか。鶏ガラスープの素のこれでしょ。これとお酢とごま油です。あとすりごま。これがあのパン粉までつけて冷凍ストックしておいたマグロカツ。チーズサンドマグロです。なんで一回着火して油は取れます。下にわらパンし敷くで乾杯する。乾杯。今からしゃかります。いってらっしゃい。で、きゅうり残ってたやつ、これマグロのそばに添えようかな。なんか大きいキュウリだったんですよね。なんか洋食屋さんみたいなさ。あ、嘘嘘。あーって言っちゃった。布団にしようか。布団作ろうか。母さんの癖シャッカーがまだ残ってるから。
最後これを。油がもう温まってる。待って、ちょっと待って。クセシャカを食べきるでしょ。で、端っこのキュウリをやるでしょ。ちょっとブロックを作りますね。癖が映らないようにシビーズのカツに。で、こうするでしょ。そしたらここにカツ、今日は 2枚にしますね。でちょっと強火だったんで、中火から弱火の間ぐらいで、冷凍からなんでじくじく、あれ思ったよりね、マグロが重かったです。結構厚めのサンドにしちゃったから。暴れ気味ね、暴れ気味でしたね。でその間にちょっと弱火でいって洗い物します。なんかするの？ほら、おいしそう。マキさん、車買うですか？私、車進めてるです。次はね、会いに行くの。でも会いに行ったら決めるのかな。でもなんかいろんな、私は車本当詳しくないんで、すごい無知のまんま購入するのも賢くないなと思って、知ってる方とかに今いろいろ聞いてます。アドバイスとか意見とか冷静な判断してもらってます。だから一緒に見に行ってもらうかも。ちょっともう一回乾杯させてもらおう。あの子かわいいですよね。すごい一目惚れてはいるんだけど、そんなね、一目惚れで買っていいようなお買い物でもないから、おすすめのハンバーガーのお店、え？マック？
あ、でも私あれも好きでしたよ。なんかテリーなんだっけな、テリーズ、え、原宿にあったなんだっけな、テリーズバーガーだっけな、なんかチェロキーって名前も可愛いですよね。テリーズだっけな、チーズがトローンってしててアメリカンなハンバーガー屋さん、知りません？夕食のメニューはね、大体ね、帰宅のバスの中とか車の中とか、まあ今日作って最後冷蔵庫の中覚えてて、なんとなくお風呂の中で考えたりとかしてます。あんまりこの時決めてるっていう明確なのはないですけど、ちょっとね油が少ないからこうやっていろんな角度で、車買ったらどこに行くの？起きたら海に行くっていうのは撮ってていいよ。起きて海に行こうぜとか、起きて川に行こうぜとかやりたいですね。金具の正体さ、あれさ、なんですか？私の頭から出てきたあの金具一生の謎なんだけど、あれなんかね、お風呂で頭皮マッサージしようとしてこうやってお団子の中やってったら、あの金具が出てきたんですよ。キャップとかでもかぶってないんだよな、今日お団子してたからな。そう、そう、コストコもね絶対行く、車乗ったら あの子に乗って。あれさ、私の脳内のなんかのさ、チップかなんかかな、何の金具だったんだろう、すごい謎なんですよね。スルーしちゃってたけど、全然気づかなかった。キャンプとか、キャンプも行きたいですね。でもね、あれはね荷物もいっぱい乗せれそうだから、キャンプとかも行ける気がする。コストコでもいっぱい買える気がする。オーバーオール着てあれに乗りたいんですよ、私は。白 T とデニムに B さんとかで。しゃかったよ、うまーって、よかった。何しゃかしたんですかね。ワクワクですね。Yes、ワクワクです。そう、チビーズはね、今日ね、今日バスと電車どっち乗っていくのとか、今日何個電車乗るのとかって言われるのがいつもだったから、車だといいですよね。なんかね、ホームと電車の間が怖いんですって、いまだに。だからそうだよねって思います。そうだよねって。で、チャーハンちょっとね一回ね握っちゃったんだけど、こっちの大皿に出しますね。エビチャーハン、美味しいラーメン屋さんのチャーハン。で、レンチンはちょっと配信終わってからします。この電波事情が。
この握ってたラップを。だから私がチャーあの告知っていうかストーリーでエビチャーハンですって言った時に笑っちゃってたのって持って帰ってきただけなんだけどなと思いながらエビチャーハンですって言っちゃって笑ってました。自分であたかも作るような風に言うなと思って。いい感じ。もうちょっとだ。ちょっともうちょっとだから。あれ？なんか電波悪かったですか？なんか電波悪かったのかな。ごめんなさい。はい。妖怪くるくるがあるのかな。大丈夫ですか。真っ暗になった。嘘。大丈夫です。いますか。私なんでだろう。電池使ってないんですけどね。雨も降ってないし。雨降ってんのかな。降ってないね。あ、いい感じになってきたかも。ちょっとね、ゆっくり上げてます、今。持っとこうかな。肉あげます。すごい。よし、じゃあね、もうこれで一回あげて、少々お待ちを。1キロってすごいですね。
この毎日中途半端に残る油がどうしよう。もうちょっと水、油切りたいんだよな。ちょっと待ってくださいね。サンドだってこのサンドしたら美味しそう。ちょっともうこれ最後空っぽだった。一瞬ごめんなさい。もうなかった。いいかな。どうかしら。よいしょ。行きます。どう？ちょっと待って。いけた？こんなです。チーズがサンドされてて。おお、チーズが溶けるぜ。こんなけど、ちょっともうちょっと焼こうかな。大人だけだったらいいんですけどね、チビーズ食べるとき。
と焼きます。明日はね、久々にね、あの小学館に行ってきます。キャンキャンの編集部がある小学館に行って、去年もお邪魔させてもらって、これ多分ね言っても大丈夫だから言いますけど、去年もね、去年だったっけな、させてもらったんだけど、これからキャンキャンの、キャンキャンっていうか小学館の雑誌部の新入社員とされて入る方たちにおしゃべりして、こうなんて言うんだろう、ちっちゃいちっちゃい講演会みたいな、新入社員の皆さんとおしゃべりして過ごすっていうのが明日お仕事であって、久々にふるさとに帰って、東京のふるさとにお邪魔してきます。何着てこっかな。連休は、我が家はあれなんですよ、29日がジジの、西山家大黒柱であるジジ様の誕生日なんで、あとおじいちゃんの命日でもあるんで、雪解けたしお墓参りもしたいから、私たちは29日の私の朝の PTA の作業だけしたら、午後から長岡に帰ろうかなと思って、ジジの誕生日をお祝いしに帰って、でもすぐ帰ってきます、東京に。なんで、そう、金曜日の夜が多分29日でジジバースデーをしちゃってるんで、地元でちょっと生配信が、私もねゴールデンウィーク西山食堂ちょっともらおうかなと思っています。東京にいる間はできるだけやりたいと思うんですけど、ちょっとゴールデンウィーク期間とされる間はお休みがあったり、お家にいなかったりする日もあるかもしれないんですけど、すいません、ちょっとご了承いただけると幸いです。そう、いいぜ、ジュクジュク言ってる。しかも待って、下にこぼれてしまってるのから、もう。ちょっと隠しますね。いい感じ、美味しそう。よし、できた。おいしさ。
マグロチーズサンドフライの完成です。いいんじゃない。でこれちょっと一回盛り付けるときだけ、あの最後だけやりますね。さあそれでは、本日のご飯がこんな感じで仕上がりました。 OK。 であとはこのチャーハンをレンチンして食べます。あ、ひよこみやこさんの旦那さんのお誕生日だ。じゃあ最後バースデーやっておしまいにしようかな。すごい、なにこれ。いきます、せーの。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear。 今日のお誕生日の方、明日のお誕生日の方、今月のお誕生日の方、ゴールデンウィーク中のお誕生日の方、 Happy birthday to you。 素敵な年になりますように。乾杯。おめでとうございます。私ちょっとね、空っぽだからごめんなさい、乾杯だけで。さあということで、本日も無事にご飯が仕上がったので、あったかいうちにいただきます。召し上がれ。まだまだ飲む方は乾杯。本日もご視聴ありがとうございました。また金曜日がそんな感じで、ちょっと帰省して誕生日会をしているかもなのでできないと思うんですが、また西山食堂でお会いできたら嬉しいです。それではせーの、チャオ。ありがとうございました。